観光は、朝鮮半島大韓民国統地圏の北部を流れる河川。全長4 9 4トル、流域面積35,770平方キロメートル。楽東港に続いて、韓国2位の長さであるが、流域面積は楽東港より広く、韓国1位である。朝鮮民主主義人民共和国統地地域の関門戸通川群に源を発し、 春仙市など関温度の韓国統治範囲北部から、景気道北東部を南流してきた北関口と、関温度南部の大白市に源を発し、中西北道東部、景気道南東部を北流してきた南関口が、河南市、南陽州市、陽平郡の境で合流し、ソウル特別市の中央部を北西方向へ流れ、波州市の渦山統一展望台付近で、 林信港と合流し、行海の高架湾に注いでいる。ソウル周辺では1キロメートルを超える川幅があり、かつては水運が盛んに行われ、中国との貿易ルートでもあった。川口付近は北朝鮮との軍事境界線が設定されており、民間の船舶は航行が制限されている。朝鮮戦争中の1950年6月28日、 北朝鮮軍の南下阻止のために、この川に架かるソウル市内の観光人道橋が、韓国軍によって爆破された際には、多数の避難民が巻き込まれ多くの犠牲者が出た。1960年代以降の韓国の高度、経済成長のことを観光にちなんで、観光の奇跡と呼ぶ。2013年3月には、観光のコンクリート護岸を撤去の上、南寺島周辺などに、 観光の森を造成する計画などを盛り込んだ観光自然性回復基本構想をソウル特別市が発表した8日大橋道山鉄橋観光鉄橋と観光大橋ソウル特別市と景気道には27の橋が観光にかかっているインチョン国際空港またはキンポ国際空港からバスでソウル東部のロッテホテルなどへオリンピック王子に沿って移動する際にはカ大橋から オリンピック大橋まで19の橋を見ることができる。夜間にライトアップされる橋もいくつかある。長東大橋については、リッシュギアイ、シュービなどが歌う流行歌、雨降る四頓魚が日本でも比較的知られている。下流より記載。ありがとうございます。